トレスレチェケーキは数多くのレシピがあるスポンジケーキ、無糖レニュー、カトーレニュー、クリームの3種類の牛乳に漬けたバターケーキである。バターを使用しないとトレスレチェケーキは多くの気泡を含んだとても軽いケーキになる。このはっきりとした歯応えは3種類の牛乳を混合した液体につけているにもかかわらず、ふやけた粘土を持たないことに起因している。 トレスレチェケーキはアメリカ合衆国、メキシコ、ラテンアメリカそしてカリブ海のあらゆる場所で人気のあるケーキである。トレスレチェケーキの起源については様々な説がある。1940年代のネスレのコンデンスミルク缶のラベルにはレシピが書かれていたが、似たようなレシピは1940年代以前からあった。液体の中にケーキベースをつけす製法の発想は 中世ヨーロッパに起源があり、イギリスのトライフルやラムケーキ、イタリアのティラミスは同じ製法で作られている。2004年にアイスクリーム会社のハーゲンダッツは期間限定製品として甘いアイスクリームの中にラム酒に漬けたトレスレチェを入れたトレスレチェ味のアイスクリーム商品を販売した。ありがとうございます。